隣ドックにスタート。スペーサー後ろ1番の大田直樹。そして5番の続いて筑波工科吉田正志が番手位置つけて3番手に福原哲也4番。そしてその後ろ学法石川6番の中野目良。3番大内涼が新庄神室。後方から2番の函館大谷伏見修也が続いています。先ほどの1回戦ご出場3着、この時は後方からという位置取りでの1回戦の戦いでした。その後ろにつけています2番手番手位置5番の吉田正史、こちらも1回戦は後方から。4番の福原哲也、こちらは先ほどは番手位置からの攻め。この第6組2年生3人3年生3人と半々の構成です。4番手つけています6番は福島県学法石川の中野目良。先ほどは前方からの攻めでしたが今回の位置取り中段から。そして3番赤のキャップ大内涼が新庄神室山形、先ほど中段位置からですがやや後方位置取り取っています。2番後方6番の、2番の黒のキャップ伏見修也北海道函館大谷3年生、先ほど後方2番手あたりからというところ、今回1番後方への位置取り残り2周回。離脱から3コーナーへと飛び込んでいくところ、並び続くままで、少しずつペースを上げていく形、残り1周の鐘。さあまずはバンテージから前の大谷沖を離脱していく形になりまして、5番の吉田正史が前に出る。その後ろに続く形で大谷沖、そのバックストレッチ、そして3番手の4番の福原哲也、ここは前に上がっていこうという動きから前の2人が抑える。3コーナーから4コーナー、5番1番の現在はワンツーアウト、外側から